自社ソフトの販売に協力するよう取引先に強制していたとみられています金沢市に本社がある介護関係事業を手掛ける会社が独占禁止法違反の疑いできょう公正取引委員会の立ち入り検査を受けたことが分かりました公正取引委員会による立ち入り検査を受けたのは金沢市のロジックですロジックは介護事業者向けシステムの開発と販売を行っていて ホームページによると、ロジックが開発した介護記録ソフトは、全国2400の事業所が導入しているということです。関係者によりますと、ロジックは取引先に対し、ソフトの販売協力を要請していて、応じなかった場合には、ソフトとの連携を拒否するなど、独占禁止法違反の疑いが持たれているということです。金沢市に本社社があるこちらの会社では今日 公正取引委員会による立ち入り検査が行われたということですが、カーテンはすべて閉まっていて中の様子を確認することはできません。これを受け公正取引委員会は今日立ち入り検査に踏み切りました。事実上強制的に協力を求めていたとされる行為は遅くとも2020年頃から行われていたということです。石川テレビの取材に対しロジックの担当者は。 何もコメントできることはないと話しています。